中村大治はバスケットボール選手である。身長190センチメートル、体重83キログラムで、ポジションはポイントガード、シューティングガード。中学時代の最高成績は県大会ベスト4。他県からの誘いはなく地元山口県の強豪校に進学する予定だったが、父親に連れられ、福合大堀の練習に参加。プレイが、 チーム関係者の目に留まり、同校に進学となった。2年時に主力として、高校総体優勝に貢献している。高校卒業後は、法政大学に進学、同学バスケットボール部オレンジに所属したが、オレンジは中村の入学の前年に、関東大学2部リーグに合格、入学年には3部リーグに合格した。 中村は高いレベルのバスケを経験して成長することを目的に1年次から B リーグチームに特別指定選手として加入1年次の2016から17シーズンはシーホース三河2年次の2017から18シーズンは富山グラウジーズ3年次の2018から19シーズンは横浜 B コルセアーズとの契約を結んだ 三河所属時の2017年2月4日の対、新潟アルビレックス BB 戦で B リーグ初出場している。2019年6月28日に特別指定選手としての活動を終了し、横浜を退団。2016から17万2017から18。シーズンはベンチ入りも2試合と出場機会は非常に限定されていたが、2018から19。 シーズンは、大学のシーズン後はチームに帯同してコンスタントに出場を続け、2019年1月27日の秋田戦で初のスターターとして出場など、出場時間を大きく伸ばした。2018年には、若手中心で構成された第18回アジア競技、大会日本代表に選出された。2019年8月23日、京都ハンナリーズに入団。 京都への入団にあたり、法政大学バスケットボール部オレンジからは、退部した。2020年6月16日、韓国 KBL の厳州 DB プロミエ、アジア枠として移籍。KBL 史上初の日本出身選手となった。ABCDE、中村大二選手特別指定選手契約締結の、お知らせ富山グラウジーズ2018.02、07。富山グラウジーズ。 2018年6月27日閲覧。ABC、選手新規入団のご報告。シーホース三は、2018年6月27日閲覧。南関東総体、バスケットボール男子、福岡大大堀り秋なり破り換気の優勝気迫の、バスケット最後まで、高校生新聞。高校生新聞社。2018年6月27日閲覧。 中村大事選手特別指定選手としての活動終了のお知らせ。横浜 B コルセアーズ。2019年12月30日閲覧。バスケットボール男子第18回アジア競技。大会日本代表チーム紹介ジャパン。公益財団法人日本バスケットボール協会。2019年5月2日閲覧。法制大象4年の中村大治バスケ部を退部して。 京都ハンナリーズと、選手契約、仲間にはとても感謝。バスケットボールキング。https://basketballking.jp:/news:/japan:/20190823/185549.html2019、はい、whe 年12月30日閲覧。コリアンバスケットボールリーグに、 初の日本人選手遺跡のお知らせ。B. リーグ2020年6月26日閲覧。https コロンスラッシュスラッシュ www.youtube.com スラッシュォッチ、V コール XG20IBES5Y2013 年11月24日、大堀高校バスケ部中村大治選手インタビュー、横浜 B. コルセアーズゲームデイインフォメーション、月間海賊2018、 十テンプレート、原州 DB プロミ。ありがとうございます。